はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回はですね、多くの職人さんが毎日使用している革手に迫ってみたいと思います。すいませんね、またちょっとニッチな動画になるかもわからないです。お話になるかもわからないです。で、知っているようでね、実は知らない革手の世界、そこでよく見たり聞いたりする徳革とかね、表革とか、あと銀面とかクレストとか、よく皆さん聞いてるでしょ、見たりとかもしてるじゃないですか。で、このあたりのね、革の基本や、革手に使われている部位や特徴なんかをね、簡単に解説していきます。またね、今回このようなかなりね、ニッチな動画になりますが、この動画を見終わった頃には皆さん革手マニアになっているかもしれませんね、というところでお伝えしていきます。革手も今や多くのたくさんのメーカーからかなりのね、数販売されてますし、未だに個人でね、製造販売されている方もいます。他にも豚革や羊革や天然皮革や人工皮革、合成皮革などもございますが、まあこの動画ではね、牛革を扱っていきます。例えばね、皆さん、まあこの辺の革ですよ、皮膚をこう、例えばね、そうですね、もうベラーっとこう、例えばめくったとしましょうか、剥ぎ取ったとしましょうか。で、剥ぎ取られた側というのは当然真っ赤っかですよね。簡単に言うと、その真っ赤っかなところが床側です。で、対してこの、毛が生えている方ですよね、皮膚側、これが、表側と言われたり、そうですね、銀面とか、あとクレストと呼ばれたりする革です。まあ、ざっくり言うとね、こういうことなんです。で、一口に革と言いましてもね、さまざまな加工法によって、そうですね、呼び方が変わってきます。すごく種類も多いので、革のね、革手の代表格の、そうですね、まあ床革やクレストといったね、ものすごく簡単に、説明していこうかなというところですね。はい、まず革はね、表皮層、真皮層、皮下層から成り立っている3層構造です。そして、なめしの段階で表皮層はなくなります。で、皮下層は除去されて、真ん中のね、真皮層が革となります。そして革として利用されるのは真ん中の真皮層で、真皮層も銀と床の2層構造です。で、この2層構造の革を銀面と床側とに切り離します。で、切り離された銀面は高級バッグや靴やベルトや財布に、変わっていくということですね。そして残りの床側、これがまあ主に手袋に、まあ、今回言う革手に変化していくと。で、ちょっとね、ここにはクレスト、今回ね、革手用意した革手の中に、すいません、クレストがないので、クレストのお話を少ししときますと、クレストも、銀面と言われるところの部位になるんですね、表側。はい、なので、まあ高級じゃないかというふうに思われている方もいるかも分かりませんが、実はそうでもないんです。後ほどね、明らかにします。一方の、まあ商品価値の薄いね、牛床、床面の革こそが、床革と言われる革なんですね。まあ簡単に言うとですね、こういうことですよ。そういうふうに分けられます。さらに言うと、そうですね、精肉にされるためにですね、こう、例えばこう剥ぎ取られた、バーって剥ぎ取られた牛の皮ですよ、まあ、こういう革手に使われるこういう皮もそうなんですが、当然、実はね、使われる牛の年齢や性別や、あと皮の部位によって、強度も価値も美しさも価格も全然変わってきます。皆さんが選ばれる、そうですね、こういったね、革手の基準って何ですか。まあ、少しね、抽象的なお話になるかもですが、まあ、強い革手や弱い革手、硬い革手や柔らかい革手、そうですね、分厚い革手や薄い革手、当たりの革手や外れの革手、まあいろいろあります。メーカーで選ばれたり、商品名で選ばれたり、価格の安いものを選ばれたり、まあ柔らかさやね、質感や、しっとり感で選ばれたりと、理由は人それぞれだと思います。ちなみにね、これ見てください、こんなにたくさんね、実はこれね、山本商会さん、あの庭山社長にね、提供いただきましたもう使ってくださいということで、こんなにたくさんいただきました、ありがとうございます。はい、残念、この中にはクレストはないんですけどね、全部牛床です。はい、
でまたね、こんなことをね言いながらこういう動画にしているとね、革手メーカーの方からまあ叱られそうなんですけれど、ちなみにですね、私自身は15年ほど前にとある有名なあな、なめし工場で革のね、秘密やその V のね、 V ですよ、はい、こういったね V の、ベンズ、まあ背中ですね、でショルダー肩ですよ、ベリー、まあお腹なんですが、かなり詳しく勉強させていただきましたし、実際にあるメーカーの、そうですね、革手のね工場にお伺いして、作成していく過程をもね、この目でね見ています。はい、もう15年前のことなので、今はですねさすがに、それこそね廃棄するね、このベリー、お腹ですね、お腹この一番柔らかいところの革ですよ。でこのお腹をね、まあ、廃棄するそのただ同然のねベリーの床側を使用しながら、まあ高級革手と歌ってですね販売なんかされてはいないと思うんですが、まあ価格もね、すごく安価で、しかもまあ破けやすい、まあこれ当然ですよね、皆さんもそういうのにぶち当たったことがあると思うんですが、まあ私のね動画を初期の頃よりねご視聴になられている方なら、私のおすすめしている革手や元ね鉄骨装備さんが経営するその方がおすすめしている革手は間違いなく丈夫で柔らかい革手です。はい、でねここで言う、まあ丈夫で柔らかい革手って何っていう話なんですが、丈夫で柔らかいというのも、そうですね、かなりねその辺お話ししていくとすごくねあの長いお話になりますから、まあ一例をね、お話しいたしますと、ある有名メーカーはですね、革手メーカーですよ、ある有名革手メーカーは、手首の部分やこう革手を履いた時にね、革手をこう履きますと、まあ、このね手首の部分や、まあ、このような当てですよね、こういう当ての部分であったり、あと手の甲の部分、まあ、小指から中指にかけてこうですね、はい、で床側のね部位を使い分けている、もちろん当然この手のひらもそうですよ、部位をね使い分ける有名革手メーカーもございます。で例えばねこの袖口には硬いショルダーで、手のひらには耐久性に優れたベンズ、まあ、バットとも言われますけれど、まあ、バットはお尻の方になってくるんですけれど、で、手のね甲には柔らかいベリー、お腹ですね、でパーツごとに抜き取られてね、やがては背縫いになると、まあ、背縫いですね、はい、まあ、このねナンバー6、まあ、宝剣なんですけれど、これで説明しますと、こういった背縫いね、背縫いの特徴の一つとしては、縫い目が外にあるから、まあ、何の違和感もなく履きやすいということですね。はい、履きやすいと。ただですね、やはり縫い目が外にある分、糸がほつれたり切れたりしやすいから穴が開きやすいとも言われているのがこの背縫いです。はい。対してね、こういった内縫いと言われるもの、はい。こういったね、内縫いと言われるものは、縫い目がね、内側にあるから、縫い目が内側にあるから、そういったところをね、摩擦による切れなどが、まあ、軽減されるということですよね。そういう特徴がございます。はい。革って意外とややこしいんですよ。はい。まあ、方言ちょっと破きましたけどね。で、このようなね、まあ、その革手、とはね日々一心同体な的なね付き合い方をしているわけですよ。革手の歴史もねすごく古いし、奥がものすごく深いんでね、私みたいにああだこうだとうんちく垂れたりもですね、講釈垂れたりするのも、まあ、この革手なわけですよ。はい、と言っている私もですね、この業界に入りましたムチで生意気な15の時なんかはですね、怖い怖い兄やんに踊れみたいなもんが革手に興味持つのは10年早いわと、まあ、よく言われてましたよ。それが、まあ、こういったね、革手なんですよ。はい。革手なんですね。つまり、そこにはね、動物の命が深く関わっているんですよね。今、皆さんがお使いになられている革手がですね、まあ、くたびれて、まあ、こう、廃棄するときにはですね、ありがとうと手を合わせて、感謝の意をですね、伝えてあげることも一つ供養になるのかもわかりませんね、という話です。はい、
今回はね、ものすごく簡単に革手というものをね、説明いたしました。この動画が良かったという方、親子ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またね、そうですね、どのメーカーの手袋を使用しているのかコメントいただけると嬉しいです。それでは皆さん、またこの動画でお会いしましょう。ご安全に。